はい、皆さんこんにちは。始まりのプロダクトの時間になりました。なんだかちょっと久しぶりな感じがしますね。最近はいろんな先生が授業をしてくれるので、私も、このね一回一回がものすごく、楽しみに、なってますよ。それではね、今日もね、たくさんのプロダクトをみんなとやっていきたいと思います。こんにちはって言ってくれてるのがひらめきボーイですね。彼は優秀なアシスタントで、いろいろね助けてくれますので、よかったら覚えてあげてください。そして、このね MC をさせていただいているのがね、進めているのが、トケモハウスアートディレクターのほほかなこと言います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日もね、いろいろ持ってきたので早速1個目のプロダクトに行きたいと思います。1つ目のプロダクトはデザイン選挙です。はい、ね、まあやったことある人もない人ももちろんいると思うので、ちょっとだけ説明をさせてもらいます。デザインっていうのはまああのよく見たら1個なんだけど、その中にいろんなものがあって、いろんな組み合わせで1つのデザインになっていることが多いです。例えば時計だったら、こういう風に、文字盤、フレーム、針っていう風にして、3つのパーツが1つになって、1つの、デザインになっています。このデザイン選挙では、こういう風に、それぞれのパーツのデザインが、何種類かあって、その中の一番みんなの投票ね、人気を獲得したものを、集めて1つのデザインすると、よりいいデザインができるんじゃないかというね、ものすごく画期的な、プロダクトになっています。ということで今日はどんなデザインをするのか、ひらめきボーイにちょっと話してもらおうと思います。ちょっと読みますね。この前テレビで見たんだけど、世界にはいろんなデザインのお金があるんだね。ね、なんかあの旅番組でも見てたのかもしれないですね。歴史のすごい人やその国の動物、建物、植物、いろんなデザインがあったんだ。皆さんもねお金、使いますかね。1000円とか5000円、1万円ですね。まあ、もちろんねコインのデザインがあったりします。でそこにはね人が書かれてたりしますよね。日本だったら、ね、聖徳太子の昔のですねあの福沢諭吉さんとかね、歴史上の人物だったりね、書かれていると思いますね。またねゆっくりそれは見てもらいたいなと思います。で、僕もいつかデザイナーになってこの国のお金をデザインしたいなと思ってって言ってます。あね、ひらめきボーイデザイナーになりたいっていう夢がちょっとあるみたいですね。海外でもね結構若い、デザイナーの人がお金のデザインをして、ちょっとね話題になったりしてたりもします。ということでもしかしてチャンスがあるかもしれないので、今日は2000でもないね2バツバツバツ、未来のお金をデザインしたいと思います。さあどんな、デザインできるか、早速選挙の方を始めていきたいと思います。さあまず、選んでいきたいのが、土台ですね。一番紙が多いと思いますが、その紙の、デザインそのものを選んでいきたいと思います。選択肢は4つです。1番目がピンク色、2番目が緑と黄色の、配色、そして3番目が青色、4つ目が、オレンジのと紫の配色になってます。どれか1つ選んでみてください。さあ並んでますね。どちらでしょうか。おいい勝負してますねさあどれになるとね、未来っぽいというか新しいデザインのお金になるかですね。はい、ということで
3番の、青色が一番ね、票を集めたので、まずは青色の、土台を使っていきたいと思います。そして次に選ぶのはメインデザインですね。まあ一番、見た時にね、目立つところのデザインを何にするかに決めていきたいと思います。ちょっとね、日本を意識したようなものにしてみました。制作仕様図です。一つ目が、まあ日本をね、代表する伝統芸能ですね、歌舞伎をモチーフにした歌舞伎のデザイン。二つ目は国技、ね、国のスポーツである相撲。そして三つ目が新幹線、ね、世界に誇れる技術ですね、の、これゼロ系です。私が一番好きな、一番古い、新幹線ですね。そして三つ目、折り鶴、みんなもやったことあるかもしれませんが、ね、海外ではペーパークラフトとか言ったりしますが、なかなか一枚の紙をこうやって立体にするっていうのは、日本独特の遊びだったりするのかなと思います。じゃあ、それ、どれがいいかを選んでみてください。1番歌舞伎、2番が相撲、3番目が新幹線、4つ目が折り鶴になっています。ね、より、どこの国のお金かっていうのが分かるといいかなと思います。さあ、皆さん選びましたかね。お、いい勝負をしてますね。はい、ということで、選挙締め切ろうかなと思います。ありがとうございます。多かったのは3番目の新幹線、新幹線のデザインを、選んでいきたいと思います。さあ、続きまして3つ目選んでもらうのが、スカシのフレームです。スカシね、みんなお札の真ん中に、何か、こう、光に透かすと、また同じね、デザインが出てきたりとか、日本のお金すごく凝ってて美しいと言われますが、ね、それは残していきたいなと思うので、透かしの、ところのフレームを、今回のデザインでは取り入れてみました。じゃあ、その形がいいかを選んでみてください。1個目が楕円。2つ目が、まあ、四角ですが、ちょっとね、豪華な形になってます。そして4つ目がひし形。4つ目が、丸になってます。3つ目がひし形ですね。どの形がいいか選んでみてください。もちろんね、初めに選んだ土台とか、2番目の、新幹線ですかね、とかね、思い浮かべながら選んでいくと、よりかっこいいデザインになるんじゃないかなと思います。さあ、皆さん選びましたかね。今日はなかなかあれですね、いい選挙ですね。はい、じゃあそろそろ締め切ってみたいと思います。はい、ということで今回は2番目の、四角、ちょっと豪華な形の、四角が、票がね、いっぱい集まったので、それを選んでいきたいと思います。ということで、まあスカシのフレームが来ますので、4つ目、最後のパーツになります。そのスカシの中のデザイン、それでは何にするかを選んでもらいたいと思います。これもね、ちょっと2本のものを選んでみました。1個目、スカイツリーですね。まあ、比較的新しい、日本の建物ですが、ね、綺麗だし、まあ、有名かなと思って選んでみました。そして、二つ目、富士山ですね。だいぶデザイン化されてますが、まあ、富士山、ね、世界に誇るね、マウント富士ですね、をモチーフにしてみました。三つ目、お箸。これもね、まあ、箸を使う国って他にもあるんだけど、まあ、日本食といえばお箸かなと思って選んでみました。そして四つ目、けん玉、ね、最近はなんかニューヨーカーとかね、ニューヨークの人もやってたりして、ひそかなブームでもあるけん玉、これをモチーフにしてみました。それでは選んでみてください。さあ、一体どれが透かしの模様に入るんでしょうか。
さん選び終わったかな。はい、ということで、選挙締め切りたいと思います。はい、じゃあ1番、多く選ばれたのは2番の富士山ですね。富士山を透かしに入れていきたいと思います。さあ、お披露目ですね。ちょっと待ってくださいね。今日ね、意外にパーツが細かくて、いつもより時間がかかってますが、よいしょ。お披露目したいと思います。それでは皆さんがデザインしたお金です。じゃん。どうですか？透かしね、ちょっと見にくいかなと思って。どう？透けてますか？ちょっとライトで。よりわかりやすく。かっこいいですね。なんか、新幹線と富士山。あまり無意識でやってたけどね、見えますもんね、よくね、富士山と新幹線の写真とか見えますもんね。かっこいいじゃないですか。ということで、こういう風にあと2回ね、デザインをしていきたいと思います。選択肢は同じになっているので、次からちょっとテンポアップでいきたいと思います。さあ、それでは2回目のデザイン選挙いきたいと思います。まずは土台のデザインを選んでもらおうかなと思います。4色ね、どの色がいいかなっていうのを選んでください。もちろん1回目と同じになっても構いません。ね、他のものが違うと、デザインはだいぶ変わってくるので、それも面白いところかなと思います。さあ、どうですかね。さあ、皆さんどんどん入れてくれてますね。お、どっちが勝つかな。はい、ということで、今回、締め切りますね。1番、ピンク色ですね、の土台を選んでいきたいと思います。さあ、続きまして選んでいくのが、メインのデザインですね。ね、日本を代表する、モチーフを選んでみました。どんなデザインかを選んでみてください。今日はなかなかあれですね、いい選挙ですね。なんかハラハラドキドキ感のある選挙。さあ、一体どれが、選ばれるんでしょうか。お、どんどんあれですね、決まってきましたね。はい、ということで、今回は、2番目の相撲ですね、特技である相撲を選んでみます。さあ、続きまして選んでもらうのが透かしのフレームです。真ん中の透ける部分のフレーム、どれがいいかを選んでみてください。ね、土台、そして紐をね、その次にどんな形を選ぶとかっこよく。ね、海外の人も日本で、買い物して、何も買い物せずにお金を持って帰りたいなと思ってくれるようなデザインだったりですね。はい、決まりましたかね。はい、じゃあ締め切りますね。ということで、今回は3番のひし形を選んでいきたいと思います。ひし形の2つのフレームが選ばれました。じゃあ続きまして、最後でね、4つ目ですね、透かしのデザインを選んでいってください。スカイツリー、富士山、そしてお箸、そしてけん玉とあります。さあ、次はどれが選ばれるんでしょうか。さあね、なんかこうやって本当にね、リアルに作っていくと未来のお金、意外に夢叶えそうですね。さあ、今回選ばれそうなのが、あ、どれかな？はい、ということで、締め切りますね。
今回お箸のデザインを選んでいきたいと思います。2回目のデザイン選挙、スカッシュのデザインはお箸が選ばれました。さあ、ということで、2個目のデザインが出来上がりましたよ。待ってくださいね。さあ、相撲取りとお箸と、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、顔だけ映そう。はい、実はちょっとね、スカッシュのフレームに合わせて、形が変わるので、実はハサミとノリを持っています、今。はい、ということで出来上がりました。いきます、いきますよ、せーの、じゃーん。どうですかね、スカッシュ、スカッシュね。なんか面白いですね。なんかお相撲さんといえばなんかいっぱいご飯食べるからお箸みたいな、ちょっと連想されてて面白いじゃないですか。ね、色も可愛いし人気が出そうですね。はい、みんながいい感じになってきたんですが、ね、もう一枚最後のラストの、ね、やつやっていきたいと思います。さあ、最後3枚目はどんなデザインになるのか、張り切っていきたいと思います。さあ、もうね、選択肢もだいぶ覚えてきたのかもしれません。最後のね、1枚をデザインしていきましょう。さあ、どんどん選んでくださいね。はい、じゃあ、今回は2番の、緑×、黄色のデザインですね、配色のものを土台として使っていきたいと思います。続きましてメインデザインを、選びたいと思います。さあ、どれがいいですかね。他のいろんなデザイン見てみたいから、みんな結構違うデザインがね、選ばれること多いですが、さあ、最後、どのデザインの、ものを見たいかを選んでみてください。どうですかね。はい、いいかな。じゃあ締め切ってみますね。はい、ということで、今回歌舞伎のデザインを選んでいきたいと思います。歌舞伎のデザインで、進めていきたいと思います。はい、ね、また違うね、さっきと違うデザインになっていきそうですよ。続きまして、スカッシュのフレームを選んでみてください。さあ、どの形が、ね、よりいいデザインになるかを考えてみてください。みんな選び終わったかな。はい、終わりましたね。ということで、今回は丸の、スカッシュのデザインでいきたいと思います。さあ、じゃあ次が、今回のデザイン選挙の最後の選ぶね、選挙になります。スカッシュの中、どんなデザインにするかを選んでみてください。ね、デザインになるか、いつもね、私だけが先に見れるっていう特権がたまらなく嬉しいですけど。さあ、皆さん選んでいきますね。はい、どうですかね。お、選ばれたかな。はい、選ばれましたね。ということで、今回はスカイツリーを、スカッシュの中に入れていきたいと思います。
じゃあ一体どんなデザインなんでしょうか。広めですね、しかもね。よいしょ。よいしょよいしょ。さあ、出来上がりましたよ。これね、ディレクター、手元が見えなくていいですね。ちょっと見えてたら、ものすごいことになってます。はい、いきます。じゃあ、3枚目のデザイン、こんな感じです。じゃーん。お、これもめっちゃかっこいいですね。どうですか？なんかいいですね。なんか下町って感じもするし。お、すごくいいデザインになりました。ね、せっかくなんでちょっと3枚並べたやつ見たくないですか？見せる前ですけど、めっちゃかっこいいですよ。いくよ。じゃーん。ここ下を。いいですよね、すごい。すごい日本っぽいし、でもなんか古臭くないし、あ、これちょっと誰か見てへんかな。お金のデザインってね、誰が決定するんですかね。まあなんかそういうのちょっと今度調べてみたいなと思います。はい、ということでグッジョブということで、いいデザインできたと思います。さあ、これからもね、いろんなデザインやってみたいと思ってるので、皆さんもね、周りのものをこうやってデザイン選挙でやっ、デザインしてみるのもいいかと思います。さあ、続きまして、次のコーナーいきますね。僕の日々、はい、僕の日々、何かというと、あのね、最近ハマっているものがあるんだ、と。何かというと、それがこのアプリ、僕の日々ですね。もうスマホを持っているんですよ。このアプリどういうものかというと、撮った写真に日記を書いて載せる、そういうアプリだそうです。ね、なんかハートマークで、みんなが見て、いいね、みたいなことをしてくれるんでしょうね。で、今から5枚のアプリに載せた写真を見せていきます。見てもらいます。で、その写真をよーく見て、質問をね、後からするので、思い出して答えてほしいということだそうです。さあ、じゃあ、ひらめきボーイのね、日々をね、ちょっと見せてもらおうと思います。では、1枚目。ペンギンのマジックショーを見に行ったんだってね、言ってます。ペンギンの手品。ね、本物でしょうかね。もしかして中に人が入ってるのかもしれません。さあ、写真のどこをね、覚えればいいのか。いろいろ検討もつけながらね、見ていってほしいなと思います。さあ、大丈夫かな？はい、じゃあ次の写真に行きたいと思います。じゃん。3D 長編映画を見たよ。こちらは意外と小さい。ね、もう時計より小さいんで、意外に小さい、ね、こちらです。まぁ 3D なんで、ね、メガネをかけてみたんでしょうね、きっと。大迫力とか出てます。さあ、どこが、問題になるのか、いろいろ見ててくださいね。それでは、3枚目に行きたいと思います。友達の花ちゃんと折り紙で遊んだんだ。ね、今日お札にも出てましたけど、折り鶴ですね。めちゃくちゃ折ってますね。さあ、どこがクイズになるんでしょう。ね、花ちゃんの特技は、ね、折り紙だったんですね。さあ、どんなものが、ね、問題になるのかを予想しながら写真を覚えていってください。
さあ次、4枚目です。夜食のラーメン特別に美味しいよね。ねえ、みんなは夜食とかあんまりまだ食べないかな。私も極力食べないようにはしますが、ね、ついつい食べちゃう時もあります。ね、だんだん暖かくなってきましたね、寒い時にはより美味しいですよね。さあ、どこが、問題になるんでしょうか。覚えててください。それでは、5枚目ですね。最後の、僕の日々になります。ね、バターたっぷりのお気に入りのカフェのホットケーキ。お気に入りのカフェがあるんですね。おしゃれなライフスタイルですね。さあ、食べれるかって。こんなのペロリだよって書いてますね。美味しそうですね。バターたっぷりですね。さあ、覚えれたかな。はい、ということで、5枚のね、写真を、僕の日々を見てもらいました。今からもう一度見てもらうので、どこをね、ある一部が隠されてます。そこが問題になっているので、思い出して答えてほしいなと思います。それでは、いきますね。1問目。ペンギンマジシャンがハットから出したものは一体何だったでしょう。ペンギンマジシャンがハット、ね、帽子から出したものは一体何だったでしょうか。1番、黒いウサギ。2番、青い魚。3番目、白いハト。ね、1番、黒いウサギ。2番、青い魚。3番、白いハト。今日はね、結構難しくしたつもりです。さあ、皆さん、どれでしょうか？答えれたかな？はい、ということで、答えをね、出していきたいと思います。正解は、白いハト。3番目の、白いハトでした。結構正解してましたね。さあ、でも、実は、写真にはまだモザイクが残ってますよね。そこも、問題になります。2問目は、これですね。ペンギンマジシャンの名前覚えてますか？ペンギンマジシャンの名前、日記のね、文章のところも問題になりますよ。何だったでしょうか。1番、ビルデーバルデー。2番、ビビデバビデー。そして、3番目がバリデーボリデー。何くんだったでしょうか。覚えてますかね。ちゃんと呼びましたかね。さあ、お、なかなかみんな同じものに入れるな。はい、ということで正解をね、見ていきたいと思います。正解は、2番のビビデーバビデーくんです。さあ、皆さん正解でしたね。簡単でしたかね。はい、それでは、次の問題に行きたいと思います。さあ、ゴジラが火を吹いていたよ。時計は一体何時だったでしょうか。ね、時計一体何時だったでしょうか。選択肢ですね。ちょっとぼーっとしてました。選択肢出します。1番、5時。2番、6時。3番が7時。さあ、ね、コジラ。コジラです。ごめんなさい。しかも、ね、5って言ってましたね。コジラの、火を吹いた時計、一体何時だったでしょうか。お、割れてますね。意外に記憶も薄くなってきたんじゃないですか。さあ、皆さんどうですかね。はい、ちょっと締め切ろうと思います。さあ、正解はじゃん、7時、3番の7時でした。お見手出してました ね。どこがね、恐竜の色とかいろんなところ問題になるんじゃないかなって思ってたかもしれませんが、意外にこういう小さいところも
ね、出してみました。じゃあ続きまして、ね、花ちゃんと作ったツルがあったと思いますが、このモザイクのとこにあったツルの色、ね、何色だったか覚えてますか？隠されてるところのツルの色を思い出してください。1番赤、2番青、3番緑。これ結構数を数えてた人が多いんじゃないですかね。覚えてない、イエーイみたいな。ね、隅々までね、覚えてるか記憶をね、思い出してください。何色だったかなっていうのを思い出してくださいね。さあ、どれだけの人が覚えてくれてるでしょうか。みんな選び終わった感じですね。はい、ということで、正解見てみたいと思います。正解は赤色でしたね。一番の赤色を選んだ人正解です。よく覚えてますね。すごい小さいやつを選んだんですけどね。さあ、この調子で、あとね、2枚残ってますから、いきたいと思います。さあ、これ、今日の一番難しい問題。ね、夜食に食べたラーメン。めちゃくちゃ長い名前をつけてましたよね。なんていう名前だったか思い出せますか？多分ね、これ、選択肢、史上一番長い。1番、スーパーノンオイルマイルドバター塩。2番、スーパーバターマイルドノンオイル塩。3番、スーパー塩バターノンオイルマイルド。もう自分でも覚えてないぐらいですかね。あ、割れてる割れてる。どうなの、みんな覚えてるから押してるんか、当てずっぽなんか。ね、この速さが気になりますけどね。さあ、正解ね。うちもでも3番が多いですけど、じゃあどれが正解かを見ていきたいと思います。正解は、スーパー塩バターノンオイルマイルド味ということで、3番ですね。覚えてたんですかね。はい、正解です。すごいなぁ。ね、こういうのも入れていこうかなと。ガメさん間違えたって言ってますね。はい、じゃあ次ね、最後の問題ですね。ホットケーキ。ね、ね、食べてますね。バターたっぷりで美味しそうでした。一体何段重ねだったか覚えてますか？ホットケーキの段数ですね。何番、何段重ねかを思い出してください。1番8段重ね。2番9段重ね。3番10段重ね。さあ、どの枚数だったか覚えてますかね。さあ、皆さん何段だったか覚えてますかね。はい、いいですかね、みんな選び終わったかな。はい、ということで、最後のね、正解を出したいと思います。一緒に数えましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9 ということで、2番の、9段重ねが正解です。結構ね、正解してる人いましたね。さあね、みんなどのぐらい正解しましたかね。いくつ正解したかな。またみんなに見てもらえるような楽しい毎日を綴るからねって言ってます。さあ、あっという間の、時間が過ぎますね。今日はここまでになります。みんな、楽しんでくれましたか。いいデザインもできましたね。またね、すぐに会えたらなと思います。この後、3分間ほどね、チャットで書き込めたりするので、もし何か、伝えたいこととかあるなら、見てますので、ぜひ書いてみてください。ということで、お伝えしたのは、チャイルドケマハウスアートディレクターのおほかなこと、ひらめきボーイ、そしてみんなでした。またすぐに会いましょう。さようなら。